はい、どうも、ついちゃんことついのぞみです。今回もですねとある日の夜なんですけど、今回ちょっといつもと違うところは、そっちゃんよく聞いて、ママ35歳最後の夜になります。ということで、そんな35歳最後の夜の過ごし方を撮影してみようかなと思い、カメラを回してみました。なのでぜひ興味のある方は最後までご覧ください。それではスタート。スジチャンネル。よし、さあ、ただいまの時刻6時半です。やばいです。ご飯は炊きまして、あとはおかずをちゃ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 っと作っていきたいと思います。ちょっと冷凍庫空いてます。ねえ、やめて。本当にやめてもうさっちゃんの言うことはママは聞かないことにしたんだ。なんで？だって私はもうね、お風呂に入りなさいってもう本当に口が酸っぱくなるほど言いました。なんでアイス食べてんの？アイスはお風呂入ってから食べるんだよ。さあ、ということで、もう時間もないので急いで作っていこうと思うんですけど、もうね、買い物も行けておりません。冷凍庫にあるものでなんとか今日は夜ご飯食べていこうかなと思ってて、とりあえずひき肉を解凍しました。我が家のバルコニーで採れたナス、キュウリ、あとね、大葉がね、取ろうと思えば取れるんですけど、大葉何かに使えるかな。うちの大葉、ね、ちゃんと優しく取ってね。あ、すごいいい匂いじゃん。でっかいの取るんだよ、ちっちゃいのは取っちゃダメよ。さあ、立派な大葉ってか、なりすぎてるなりすぎてるじゃん。大葉こんだけあるからさ、大葉でなんか大葉の天ぷら美味しいよね。めちゃめちゃでかいよ。あ、私の手ぶらあるよ。こっちの方がでかいって。大ぶりすぎ。これお肉巻いて食べたら美味しいかもしれないね。もうただ肉を焼くか。ナスいっぱいある。ナス、小ナスがいる。奥にちょっと大きいのがいるね。キュウリはね、朝取っちゃった。キュウリがまだここに赤ちゃんがいます。キュウリめっちゃできてるよ。ここ奥もほら、すごくない？とりあえず洗うか。そうだ、前にさ、豆腐ハンバーグのさ、種をめっちゃいっぱい作っていけっかなと思って、こう形を作らずにボウルに突っ込んだまま凍らせたの。これを解凍してもう一回焼けばいいかななんて思ってたんですけど、それに大葉を結構多めに巻いて焼こうか。豆腐ハンバーグに大葉巻いて、まあ、きゅうりはサラダ的な、ナスで麻婆ナスみたいな感じ。豆腐もあったから、もう豆腐も一緒に入れちゃう。豆腐とナスの合同麻婆豆腐にしていきたいと思います。とりあえず甘いものが食べたすぎるので、そこにあったドーナツをいただきます。一昨日ぐらいから甘いものが止まらなすぎてやばい。麻婆ナスとこっちのちょっとしたひき肉はフォアのそぼろにします。ちなみに今日は金曜日で、いつもターくんは金曜日の夜京都に前乗りの日なんですけど、前乗りを当日入りに変えて今日はいてくれるということで、まあ、カウントダウンっていうか12時回るタイミングで一人ぼっちじゃないって思って嬉しい、嬉しいでございます。布団の中で一人だなって思って、みんな多分寝ちゃって、ノアも起きてるだろうけど一人かななんて思ってたから、言うても多分明日ターくんが早いから分かんないけど、星取んの嫌だけど誕生日はやっぱまだ嬉しい。へぇ、嫌な予感だよ。ピアスが取れた。あ、でも明日はね、カオくんが京都に行っちゃうけど、まあ、夜帰ってくるからなんか美味しいご飯食べたいね。とりあえず35歳最後のご飯でございます。炭酸が飲みたすぎてさ、最近さ、ほんと炭酸が飲みたいなって言ったら、セイの友達がね、これが美味しいよって教えてくれて、マジで美味しくてめっちゃハマってる。ナスがちょっとしかないから、豆腐も入れるじゃん、ネギも入れるじゃん。だってさ、風がめっちゃブワーって吹いてさ、そっからさ、くしゃみが止まんなすぎてマジでやばい。豆腐ハンバーグのさ、種だからさ、水がやばいかも。
パン粉とか足していこう。ただいま。サー君とお子たちはですね、こんな感じでドラゴンボールの昔のゲームをやっております。ママ明日初めなんだって。ママお誕生日なんだけど。35歳最後だよ。今日この動画で何回アピールするかわかんないんだけど。35歳最後だよ。そうだよ、35歳最後だよ。ママ今が一番若いんだよ。ママかわいい。どこがかわいい。顔。おいー。今日が一日後に出るの。弱されてる。やばい、焦げる。やりますよ。水入れて今日こうやってくれたもんね。何やったんだっけ、お手伝い。さあ、ズキズキしたの。お手伝い、お手伝い、お手伝い。ご飯作る。ご飯作る。ご飯食べてきた。じゃあもう炊きました。今日はゲームで戦ってて、でもその間にさ、バナナバナってご飯やるから。ニンニク使った。水分入れました。なんでよ。みじん切りにするのが。みじん切りにしとこうか。明日誕生日なのに臭くなっちゃうよ。パー君の知り合いの青森県の農家さんからタクマってところから生のニンニクをいただいたんですよ。もう泥がまだついてる。いい香りはしてるんですよ。ただほら、誕生日前日じゃん。何回言うんだよ。誕生日当日ニンニク臭いのはちょっとね、なんか自分的にもなんかね。明日以降に美味しくいただきます。はい、あらかた柔らかくなったので。あんこと、まあ、片栗粉はもともと入ってるからいいかな。意外といけるもんね。ボーンハンバーグの種じゃなければ肉団子スープとかにしちゃってもいいかなって思ったんだけど、和とか洋とかも意味がわからない夕飯になりそうだけど、もうありものだから、ありものを使って私のできる範囲内の夕飯なので、組み合わせがどうとか気にしないでください。そしたらこの種とこの大葉をペタペタやって焼く。きゅうりマカロニサラダにしちゃいます。マカロニサラダだから中華と洋食と和食が勢ぞろいですね。いいです、大丈夫なんです。ハムときゅうりと卵入れたいけど、もうめんどくさいからいいかな。とりあえずハムときゅうりを入れまして、これを茹でたらそこにぶち込んでマヨネーズとか塩コショウとかで味付けしていきます。で、もうさっき言ったこれはね、形作って焼くみたいな感じ。以上。そうしましたら麻婆茄子はお味噌入れて豆板醤入れてとろみつけて完成です。小さいよ、絶対。こっちに入れます。ということで、こんな感じであとは完成させていきたいと思います。何をしたんですか。ドンって言ったね。いや、卵がね、半熟だったからチンした。卵ってチンしちゃいかんの。いやいや、32 1 卵ってダメなの。試験すぎじゃん。これ仰天ニュースいけるやつじゃん。急に開いたなと思ったんだけど、これも開いたよね。危ないね。開いた。やだこれ。いやー、天井がやばい。掃除大変やん。やばい。事件。大事件。これはやばい。やばい。ゆで卵が半熟だった。だからチンしたん。ねえ、どういうこと。こんなこと起こるの。でしかも上見て、やだ、ちょっと別にそれ集合体教授みたいな。しかも扉も開いたの。マジで卵の破裂とともに。アートです。これ仰天ニュースだよね。仰天ニュースでよくやってるもん。やっちゃいけないやつな。ゆで卵はチンしちゃいけないんだ。でも浮いちゃったの。浮いちゃったから、ちょっとでもちょっと火通したいなと思って600ワットで3分やった。3分まで。いやいやいや、それあれにするよ。卵もマジやった。あ、悲しみ。卵はチンしちゃいけない。35歳最後の失敗だね。マジでやばい。Thank you.
がずっと止まんなくて、夕方から薬飲んだらめっちゃ睡魔に襲われ、動画が回されてました。お腹すいたという声に起こされ、ご飯を取り始めまして、こいつをやばい、焦げてるよ、ガンするよ、大丈夫、セーフ、全然大丈夫。とりあえず、トーフハンバーグとコアのそぼろ、麻婆茄子豆腐。あとは、卵が爆発しまして、茹でるのがちょっと怖くなっちゃったので、トウモロコシの黄色を足しました。はい、ということで、夜ご飯にします。はい、ということで、夕飯こんな感じで完成でーす。35歳、ラストのご飯いただきます。いただきまーす。さあ、ということで、ご飯終わって今からお風呂に入りたいと思います。こうちゃんは今日ね、なんか私と一緒で鼻水が出て咳も出てるので、お風呂は今日はいいかなと思って、こうちゃんはお風呂なしの日でございます。なので私も顔を落としてサクッとお風呂に入っていきたいと思います。今日はこのクレンジングバームを使ってメイク落としをしていきます。パーフェクトワンフォーカススムースクレンジングバームっていうやつ。こんな感じで中がバームになってるんだけど、こういうのってさ、いつもこうスプーンみたいなやつですくったりすると思うんだけど、このねバームは柔らかさが特徴で、指でこんな感じでスルッとクリームみたいに取れます。このクレンジングバームの特徴が、肌にさ、このねバームがついた瞬間にじゅわっととろけた感じがするの。めちゃめちゃ滑らかな感じ、しっかりと汚れを浮かして溶かしてくれてる感じがするの。匂いも柑橘系でよくって、ストラス精油 100% で作られてるみたいで、甘い香りがして、オレンジの香りがほのかにして、めっちゃこう落ち着く感じ。しっかり落としていきます。ほい、さっぱりね。このクレンジングバームは毛穴ケアがしっかりできるメイク落としっていうので話題になってるらしくて、ビタミン C 誘導体っていうのが入ってるのと、保湿成分もしっかりと含まれてるから、洗い上がりのこう突っ張り感っていうのが全くないっていうのが特徴で、めっちゃいい感じです。はい、ということで、さっぱりしてお風呂に入っていきたいと思いまーす。ケアをしていきたいと思います。どうこれ、パセリの。あ、投げないのが悔しい。バンされるのはちょっと嫌じゃん。35歳とこなるとそういうこと考えちゃうんだね。そうなんだよね。想像にお任せします。35歳最後のスキンケアやっていきます。パーフェクトワンフォーカススムースウォータリージェルですね。こちらを使っていきます。新しいアンクルじゃない、手がシワシワ。いきます。こんな感じのブロッとしたゲルです。手になじませて。これはね、時短っていうのを叶えてくれるオールインワンスキンケアなんだけど、パッキン本当思わぬちょっとした昼寝、15分20分ぐらい寝ちゃっててゆっくりしちゃったから、簡単にスキンケアはオールインワンでケアをしていきます。みずみずしいのにベタつかなくて、これもビタミン C 誘導体配合で毛穴ケアにもおすすめなんだって。ちなみにこれね、私今夜使ってるんだけど、朝のねメイクの時にも時短できるからおすすめです。こんな感じでしっかり1歳年を取ったので保湿していきます。取ったので、取ってない、まだ取ってない、まだ保湿していきます。このねオールインワンジェルは1本でスキンケアができちゃうので、忙しい日とかにもマジでおすすめです。髪乾かしていくんですけど、今ノアちゃんがドライヤー待ちなので、私はその次になるかなって思います。はい、では、はい、ということでコヤちゃんを寝かせます。その前に YouTube 見て寝る感じです。
マジでこの部屋が暑すぎて扇風機をいつも回して寝てます。おやすみなさい。2つ見よう。はい、ぐらい見る。そんなにもいないけど、こんな感じでこの動画を見て太陽さん明日始発で京都なので、この感じでダラダラしてる時間が、こんな感じでちょっと布団でゴロゴロしつつまったり怖さを寝かしていきたいと思います。ということで、ただいまですね、部屋は真っ暗ですが6月16日の23時56分この待ち受け画面は去年お祝いしてもらった時の35歳の誕生日の待ち受けになってます。明日変えないといけない。あと3分で誕生日を迎えます。ということで動画を回してみました。今になってお腹が空いてきた。じゃん、焼き芋っていうの今でも食べようかなと。あと2分あと2分一人で楽しんでる。いや、まだね、起きてる子たちはいるんですけど、私は一人カウントダウンを迎えます。ギリギリまでバシーたち行ってくれたんだけど、さすがにね、電車なので帰っちゃった。ちょっと怖いんだけど、上でさ、ピッピッピッって言ってね、怖い怖い怖い。芋を食べて年を越します。年を越します。ある意味年を越します。この瞬間撮れるかな。ニャイハッピーバースデーねえ、寂しすぎるんですけど。え、やばっちょっと作った。え、マジで。え、どうで作ってくれたの。なんで起きてるの。ありがとう。え、マジで。じゃあみんなでフィッシュ。おはようございます。せーの、ありがとう。もう黙っとったね。え、何プレゼント？あの俺のコアンかな。わお。全然分かんなかった。いやマジですごい。おめでとうございます。うわ、見たね。ありがとう。じゃあ寝かします。ありがとう。みんな頑張って起きててくれて、マジで申し訳ないぐらい夜遅くまで起こしてしまった。コアなんてね、こんな時間まで起きることあんまりないし、昼寝してればね大丈夫なんですけど、ここまで起きてお祝いしてくれてすごく嬉しいのプラスびっくりが強かったね。お友達からおめでとうラインが続々と来ております。ありがとうございます。それこそたーくんも明日朝早いのに感謝でございます。ママが書いてくれたの、ママってこれはハートなんだって、ママって書いて、これは明日から育てます。これはちょっと開け方わかんないけど、明日からこの3つを育て始めたいと思います。2日前ぐらいからなんか本当にメンタルがやばくて、涙出てくるしイライラするし、何がどうなってんのかもう分かんなくって、もうやだってなっちゃってたけど、みんなにお祝いしてもらえて嬉しいですね。逆になんか嬉しい気持ちと申し訳ない気持ち、こんな夜遅くに子供たちを起こしちゃってお祝いしてもらっちゃって、でもね、私も明日朝早く起きなきゃいけない、プラス誕生日当日は生配信をしようと思ってて、だからまた明日ねバッシーとか来てくれるんですけど、明日の1日の流れも取れたらいいなとは思ってるんですけど、誕生日の1日去年デロンギもらって時の朝からの様子みたいなの回してたんですけど、そんな感じでちょっとなんか撮れたらいいなと思っているんですけど、どうなるのか。とにかく無事に誕生日を迎え、みんなからの LINE の返事は布団入ってやろうかなって思ってます。まあ夜遅いから明日かなって思ってます。いや、ノアのケーキ食べたいな。おやすみなさーい。素敵なカウントダウンでした。ありがとうございます。Bye.
はい、ということで今回はとある日の夜の過ごし方っていうのを撮影してみたんですけど、この日がですね、実は6月の16日私の誕生日、35歳最後の日の夜だったんですけど、なんらあんまり変わらない感じではあったんですけど、35歳最後の動画を撮影してみたみたいな感じだったので、去年もなんかそんなような動画を上げてたなと思って動画を回してみました。何が起こるかね、本当動画内はわからないんですけど、何かあったらいいなぐらいでいつも回してるので、今回もそんな感じで動画を回してみました。私がお風呂の前にメイクオフするときに使っていた、じゃん、こちらのパーフェクトワンフォーカススムーズクレンジングバームと、あとお風呂の上がった後ですね、スキンケアで使っていたパーフェクトワンフォーカススムースウォータリージェルをちょっとね紹介させていただこうかなと思います。まずはこちらのパーフェクトワンフォーカススムースクレンジングバームの方からちょっとね紹介していこうかなと思っております。このクレンジングバームは各所でベスコス受賞1位を獲得している商品になってます。 LDK ザビューティー上半期ベストコスメや毛穴クレンジング部門1位に受賞されてたりとか、楽天市場の楽天クレンジングバームランキング1位を獲得してるなど、とっても優秀なクレンジングアイテムなんです。このクレンジングバームは肌を滑らかに、そして艶やかに整えてくれる作用がある AHA っていうのが入ってるんだって。 AHA っていうのは肌を整えてくれたりとか、くすみとか、あと毛穴の目立つ肌、キメの粗い肌のスキンケアにも効果的になってます。あと AHA 以外にもパパイン酵素っていうのが配合されていて、パパイン酵素は角質を分解して肌をね滑らかにするって言われてるんだそうです。だからこう洗い上がりも全然突っ張らなかったし、肌が潤ってるなっていう感じがしました。あと私がねお風呂上がりに使っていたパーフェクトワンフォーカススムースウォーターリージェル、これもねすごくおすすめです。テクスチャーがめちゃくちゃ良くて、このウォーターリージェルっていうだけあって、ワンプッシュ出してみるとこんな感じで、もうお水かっていうくらいな滑らかなこんな感じので、香りは結構柑橘系のすっきりとした香りですかね。めちゃめちゃ伸びが良くてしっとりさっぱりします。そんなこちらのねパーフェクトワンフォーカスさんなんですけど、いつもこのチャンネルを見てくださってる皆さんに今回もとってもお得な情報がございます。この動画を見てくれた方限定で概要欄の方からお得なクーポンをゲットすることができて、このクレンジングバームとオールインワンジェルのこのセットを購入すると、通常税込み5940円なんだけど、そちらがなんと約 37%オフの税込み3758円でお購入することができちゃいます。このねクレンジングバームもオールインワンジェルも両方ねライン使いしてもらうのがすごくおすすめなんだけど、単品購入もできちゃうので、もし気になった方は私の概要欄の方からチェックしてみてください。どちらのね商品も単品価格は税込み2970円で購入することができちゃいます。ちなみにさっき言ったクーポンは先着500名様分の用意となってますので、気になった方はぜひこの機会に早めにチェックしてみてください。はい、ということで今回もとある日の夜の撮影してみたんですけど、35歳最後、36歳目前の夜ですね。まあ次の日が学校だったりとか、たくんが出張でいなかったりとか、ごくごく普通な誕生日の前夜っていうんですかだったんですけど、それが私にとっても幸せなのかなと思います。なんか普通でいられることが幸せなのかなと思って、ごくごく普通な動画でしたけど、35歳最後の締めくくりの動画撮影になりました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そして私はブログとインスタ、 TikTok とアンジュシャルムとパセリとイリュン、そして骨盤ベルトも発売になっておりますので、概要欄の方からチェックしてみてください。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。